1977年の大樹駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、広尾方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大樹駅は、北海道広尾群大気町こと武器通り一丁目に、かつて存在した、日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号は行き、広尾線の廃線に伴い、 1987年2月2日に廃駅となった。愛国駅や幸福駅がブームになった頃には、当駅でも新生駅待機駅の乗車券が演技一部として発売され、ブームを呼んだことがあった。駅ホーム及び線路アット地廃止時点で、単式ホーム、島式ホームを複合した2面2線のホームと線路を有する地上駅で列車交換が可能な交換駅であった。 互いのホームは、駅舎側ホーム南側と島式ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが下りの一番線、島式ホームが上りの二番線となっていた。島式ホームの外側一線を側線として有し、その他一番線の広を型から分岐し、駅舎南側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線と、 二番線の帯広方から分岐した短い行き止まりの側線を一線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は構内の東側に位置し、ホーム中央部分に接していた。1976年に大気町が国鉄利用債を利用して改築した鉄筋造りの駅舎であった。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の大気牛に由来する。 1981年度の1日あたりの乗降客数は204人。廃駅後は大気町により大気町交通公園として整備された。1999年時点では駅舎は十勝バスの待合所に再利用された。また、ホームとレールが保存され、ホーム側にはブルートレイに色に塗られたオハ62軽客車オハ6276と、 梅雨に60軽客車梅雨に6301の2両の旧型客車と2両の貨車が生体保存、展示されていた。客車はライダーハウスとしても使われた。その後、老朽化に伴い2000年夏頃に撤去されてしまった。駅舎は2002年時点でも、十勝ス退治案内所であり、係員を配置して乗車券窓口と待合所が利用されていた。 この時点では、旧駅車内に窓口カウンター、改札柵が残存し、旧ホーム側は点鉄で、この残存をはじめとした、廃線当時のままの状態、ホームは駅名標の枠のみが残存していた。またレールは撤去され、商工園になっていた。その後とかちスタイジ案内所が、道の駅コスモールタイジへ移転した。2005年10月からは、 北海道衛星株式会社が三代目の利用者となり本社が開設された。2010年時点、2011年時点でも同様であった。また、1999年時点では東駅跡の北約 1.5km の地点にある歴船側に橋台が残存し、大樹駅方面への線路跡も低い築堤や遊歩道として残存、再利用されていた。 2010年時点でも、歴船側の兄弟は残存しているが、やぶにうずもれている。ありがとうございます。